ロバート・ポール・メルビンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡、パロアルト出身の元プロ野球選手、監督、ウトウミギウチ。現在は、MLB のオークランドアスレチックスで監督を務めている。1979年の MLB ドラフト3巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名されたが、契約せずにカニャーダ・カレッジへ進学した。 カリフォルニア大学バークレー校在学中の1981年1月の2時、ドラフト1巡目で、デトロイトタイガースから指名され、プロ入り、10シーズン、8球団でプレーして、選手を引退した。引退後は、ミルウォーキーブルワーズ、タイガース、アリゾナダイヤモンドバックスのコーチを経て2003年、シアトルマリナーズの監督に就任して2年間務めた、あと2005年から、 ダイヤモンドバックスの監督を務めている。就任3年目となる2007年にはチームを地区優勝に導き、ポストシーズンでもリーグチャンピオンシップシリーズまで進出した成績が認められ、ナリーグの最優秀監督賞を受賞した。2009年5月8日、成績不振のため解任される。その後、ニューヨークメッツのスカウトを務める。二千十一年六月十日、 オークランドアスレチックスの監督代行に就任する。背番号は6。同年9月20日、2012年シーズンから3年契約で正式に監督に就任することが決まる。チームを6年ぶりの地区優勝に導き、アリーグの最優秀監督賞を受賞した。ありがとうございます。